2009年の祇園祭での船鉾2010年の祇園祭での船鉾選手の激戦鉾は京都市内で行われる祇園祭で7月17日の前祭りの巡行の最後を飾る山鉾。前祭り後祭りの双方に船型の鉾がありかつてはいずれも船鉾と呼ばれてきたが現在単に船鉾というと前祭りの船鉾のことを指す。 後祭りの船鉾は、大船鉾と呼ばれて、区別されている。山矛町は、京都市下京区新町通り、綾野工事下がる線、鉾町。見重でありながら断層視界線に勝利した、日本初期の神宮皇后の白木政党の説話に、由来し、軍船の形をしている。後祭りの最後を巡行する、大船鉾も、同じ説話に由来するが、 神宮皇后の説話に基づいて前祭りのものが出陣船保護、後祭りのものが外船船保護という通称で呼ばれており、古来2機の船保護が同時に巡航することはないとされる。現在の船保護は法歴年間に再高が始まり、天保年間頃に完成。財団法人議員祭船保護保存会が主体となって運営している。前後2機の船保護は、 同時に巡行することがなかったため、特に区別する故障はなく、双方とも船鉾と呼ばれていた。後祭りの船鉾は、旧暦の祭事の日程から、十四日船鉾や、外船船鉾という通称でも知られたが、1984年からは、祇園社記の記述などをもとに、大船鉾と呼ばれている。後祭りの船鉾の方が前祭りのものより一回り、大きかったため、 このように呼ばれていたとされるが、両方が並んだことがないため、本当のところは不明である。現在の矛の全長は、船矛6.48メートル、大船矛7.47メートルで大船矛が大きいが、高さは、船矛6.66メートル、大船矛6.25メートルで船矛の方が大きい。船矛の名の、初めての登場は、室町時代中期頃の文書。 祇園社に伝わる祇園社記の中の第十五五霊海山母子記の記事で神宮皇后の船と記されておりその一つが出陣の矛と言われる現在の船矛である王仁の乱で荒廃した後1496年に復興して参加1788年には天命の大火によって消失し1792年に復興し巡行に 参加、1864年にどんどん焼けて車4枚を消失し、巡行からは外れていたが、1889年には南観音山の車を仮巡行に参加し、1892年からは復旧して巡行に復帰した。第二次大戦後は2回目の巡行となった1948年から参加している。全長は6.48メートル。 高さ6.66メートル、幅3.3メートル。選手には想像上の鳥である劇、船尾には飛龍門の火事がつけられている。屋根には2本の竿が立てられ、これに紅白の長竜、吹き流しがつけられている。2017年には、天水引きを新調している。巡行の際には、館内に、神宮皇后、住吉明神、 鹿島明神、安住伊空のご神体が祀られる。飾られた、神宮皇后の人形は、面をつけ頭に天眼をいただき、金金乱の大袖に、火の大口を着用する。全祭りのご神体は大鎧をつけているが、後祭りの方は、鎧はまとわないという違いがある。住吉明神は、長い白髪で弓と刀を携えている。鹿島明神は薙刀を持って立っており、 この薙刀は、井上泉守る魔界の策とされる。イソラは前祭りでは、朱色の台に乗った塩蜜系へ、塩匹系の玉を乗せて奉仕し、後祭りでは合唱している。皇后の神面は、文安年間に作られたと見られている。古来安山に気づいがあると言われ、宮中でも尊敬され、明治天皇のご皇誕に際して宮中へ、参代している。 ご神体の神宮皇后には安山のご利益があると、される。皇后の心臓は、妊婦がつける腹帯である岩田帯をたくさん巻いて、巡行し、祭りの後、安山のお守りとして妊婦に、授与されている。神面は普段は、厳重に保管されており、7月3日にその神面の、無事を確認する神面改めが行われる。ありがとうございます。